和58年を迎え、1月9日新春の寒風をついて陸上自衛隊第一空挺団の降下訓練始めが谷川長官の視察のもと習志野演習場で行われた。海上航空自衛隊も日本周辺空域において初飛行を実施するなど、陸海空各自衛隊の訓練が力強く全国各地で一斉に始まった。谷川長官は着任以来積極的に陸海空各自衛隊付属機関を視察した。1月7日長官着任以来初めて陸上自衛隊練馬駐屯地を視察し、首都防衛に任ずる第一線部隊隊員を激励した。引き続き長官は1月12日航空自衛隊百里基地を視察。1月20日には郷土広島の陸上自衛隊海田市駐屯地を視察、司令部前に記念植樹した。2月9日には海上自衛隊横須賀地区を視察、特にヘリ搭載護衛艦比叡に乗艦し、その装備などについて説明を受けた。4月25日、中央病院と技術研究本部第一研究所を視察した。長官は中央病院においては創設30周年を迎えたナースを激励した。中曽根首相は1月24日施政方針演説を行い、その中で我が国は日米安保体制を堅持し、自衛のための必要な限度において質の高い防衛力の整備を図っていく必要があることを強調。また自分の国は自分の力で責任を持って守るという決意を表明した。質の高い防衛力の整備を図っていく必要があります。2月中旬、防衛大学校の第3学年の学生たちは戦士研修のため硫黄島を訪れた。学生たちは太平洋戦争戦没者を慰霊するとともに平和の誓いを新たにした。3月13日、防衛医科大学校の第4期生の卒業式が谷川長官はじめ父兄多数が参加して行われ、6年間の学業を収めた83人が出席者の祝福を受けて巣立った。3月20日防衛大学校の57年度卒業式が盛大に行われた。卒業証書を手にしたのは第27期本科学生393人と第20期の理工学研究科学生60人。中曽根首相は、変化の激しい国際社会において正しい判断力を持つには優れた知性と識見が不可欠とし、厳しい永遠の求道者たれと鼻向けの言葉を送った。3月16日、八田統合幕僚会議議長が勇退。後任に村井陸上幕僚長が着任した。同日付をもって陸上幕僚長に渡辺北方総監が着任した。
4月26日、前田海上幕僚長が勇退し、後任に吉田海将が着任した。また同日、生為航空幕僚長が勇退し、後任に森空将が着任した。昭和57年度の年度末を迎え、陸上及び海上自衛隊で部隊の新改編が行われた。陸上自衛隊では3月24日、東部方面隊に方面通信軍を新編した。また同日付をもって横須賀に中央輸送業務隊を新編した。海上自衛隊では3月30日、初の P-3C 対潜哨戒機の実戦部隊として第4航空軍に第6航空隊を新編。同日、第31航空軍のもとに訓練支援機 UP-2J をもって第81航空隊を新編した。また海上自衛隊は2月8日に護衛艦白雪を第41護衛隊に配属した。3月18日、護衛艦夕張を第35護衛隊に配属した。3月30日、ミサイル搭載護衛艦の2番目の護衛隊として第62護衛隊を佐世保において編成した。政教に勤める訓練の傍ら、58年は海空自衛隊において航空機事故3件が発生した。航空自衛隊では4月19日、C-1 輸送機が小牧基地から入間基地に向かう途中、2機が三重県菅島の山中に墜落、14人が殉職した。また10月20日、最新鋭戦闘機 F-15DJ が四国沖の訓練空域で墜落、パイロット2人が殉職した。海上自衛隊では4月26日 PS-1 対潜哨戒飛行艇が岩国飛行場で墜落、殉職11人を含む14人が死傷した。長い間ご苦労様。昭和40年から連続18年にわたって南極地域観測支援の任務についていた砕氷艦富士が4月20日晴海に帰ってきた。同日、富士の功績をたたえ、谷川長官から竹内艦長に栄えある一級賞状が贈られた。11月14日勇退した富士に代わり、新鋭砕氷艦しらせが第25次南極地域観測支援の任務を帯び、晴海から処女航海の途に就いた。5月12日、中部方面隊の第13師団は、参加隊員3600人をもって多方面区演習に参加のため、谷川長官をはじめ多くの人々の見送る中、海上自衛隊輸送艦、航空自衛隊輸送機などで自衛隊最大の演習場である北海道矢臼別演習場へ向かった。6月11日、谷川長官は矢臼別演習場で多方面区演習を実施中の第13師団の訓練状況を視察、隊員を激励した。6月12日、谷川長官はこの視察に引き続き、歴代長官としては初めて納沙布岬を訪れ、北方領土を視察した。5月31日から6月4日までの5日間、
58年度統合演習の指揮所演習が村井統幕議長を搭載艦に、全国の陸海空上級司令部などおよそ1300人が参加して行われた。引き続き8月18、19の両日、実動演習が東富士演習場と若狭湾沖の2カ所で行われた。東富士では近接航空支援など空地作戦が行われ、多大の成果を上げた。5月25日、岡山地方裁判所は日本原演習場行政訴訟についての判決において原告の訴えを却下した。本訴訟は12年前の昭和46年、日本原演習場周辺住民ら79人が防衛庁長官らを相手として自衛隊の射撃の中止などを求めていたものである。6月15日、海上自衛隊遠洋練習航海部隊は谷川長官をはじめ多くの隊員家族の見送りを受け、横須賀岸壁から元気に出航した。遠洋練習航海部隊は約5万6000キロの航程を地球を東回りに15カ国を訪問、各訪問国との親善を深めるなど数多くの成果を収めて11月16日無事帰国した。5月23日第19回自衛隊高級幹部会堂が最高指揮官の中曽根首相を迎え防衛庁で開かれた。中曽根首相は席上、我が国の平和主義を強調すると同時に万が一の不測の事態に備え精強な自衛隊を育成して国民の負託に応えることを強く要望した。6月29日付で吉野防衛事務次官が勇退。16代目の事務次官に夏目防衛局長が就任した。夏目事務次官は次官就任にあたり自衛隊の一致団結と融和を呼びかけた。6月30日統幕学校第22期一般課程の卒業式が谷川長官をはじめ多数の来賓を迎えて盛大に行われ、陸海空各10人ずつ30人の学生は晴れの証書を手に新任地へ巣立った。7月13日谷川長官は航空自衛隊ニュータバル基地の第5航空団を視察し、世界最強といわれる F-15 戦闘機の体験飛行を行った。引き続き7月14日陸上自衛隊天軍駐屯地の西方総監部など、ついで北熊本駐屯地の第8師団司令部などの所在部隊を視察した。また7月26日には陸上自衛隊大久保駐屯地の第4施設団を視察し、隊員を激励した。昭和58年も自衛隊は全国各地において災害派遣など数多くの民生協力を行った。4月27日東北地方で発生した山火事に対する消火作業、5月26日秋田県沖で発生した日本海中部地震災害における人命救助や給水支援など、7月23日山陰地方を襲った豪雨災害に対する災害復旧作業、10月3日伊豆諸島の三宅島で21年ぶりに噴火が起き、流れ出た溶岩で民家が焼失するなど大きな被害が出た。 J
自衛隊では食料、日用品を空輸するなど災害復旧を支援した。10月8日、大阪城築城400年祭会期中の会場で米国製不発1トン爆弾が発見され大騒ぎになったが、1週間後、第3武器隊不発弾処理班がこれを無事処理した。このほか、58年に処理した不発弾の件数は約3000件に上った。防災の日の9月1日、人命救助など防災に貢献した20団体の表彰が行われた。その中で57年長崎豪雨の災害派遣で人命救助などに活躍した陸上自衛隊第4師団に中曽根首相から表彰状と盾が贈られた。8月22日、谷川長官とワインバーガー国防長官との間において第9回日米防衛首脳協議がアメリカのワシントンで開かれ、日米間の安全保障上の諸問題などが協議された。7月22日から3日間、海上自衛隊自衛艦隊による展示訓練が艦艇9隻、航空機16機が参加して伊豆大島東方海域で行われた。58年には海上防衛の担い手として期待される数多くの自衛艦が誕生した。1月25日、護衛艦優別。1月27日、潜水艦名田潮。4月16日、護衛艦春行。9月19日、護衛艦磯行がそれぞれ進水した。12月16日、掃海艇鳥島と父島が完成し、同日付で第15掃海隊を新編した。12月7日、海上自衛隊に新型の潜水艦救難母艦千代田が進水した。8月26日、昭和58年度防衛白書が公表された。さらに11月下旬には、白書の内容がより分かりやすく親しめるよう、漫画やイラスト、写真などを多く取り入れた小冊子、ビジュアル防衛読本が市販された。9月1日未明、民間機である大韓航空機は領空侵犯を理由にソ連戦闘機のミサイル攻撃により撃墜され、その乗員乗客269人は全員死亡した。日本政府は人道的な立場から自衛隊の捉えた更新記録を発表した。9月13日、ソ連のバックファイヤー爆撃機が日本海上空を南下しているのを緊急発進した自衛隊機が写真撮影した。2月1日、航空自衛隊は日本海方面を投進してきた国籍不明機に対してスクランブルを実施したが、これにより昭和33年4月以来、スクランブルが通算で1万回に達した。この功績に対し、5月19日、谷川長官から航空自衛隊航空総隊にハエの一級賞状が贈られた。9月24日、日本を訪れたワインバーガー米国防長官は防衛庁において谷川長官と会談。大韓航空機撃墜事件、INF 中距離核戦力削減交渉などの国際問題をはじめ、我が国の59年度防衛予算、米軍機の夜間離着陸訓練など当面する諸問題について話し合った。
昭和56年以降、毎年陸上自衛隊は米陸軍と共同訓練を実施しているが、58年は4月中旬、米本土で初の日米共同指揮所訓練を行うとともに、10月6日から10日間、北海道大演習場で日米共同実動訓練を、さらに11月12日から1週間、仙台駐屯地において日米共同指揮所訓練山桜5を行い、共同作戦の各分野において大きな成果を上げた。航空自衛隊は8月24日、空飛ぶレーダーサイトといわれる早期警戒機 E2C を三沢基地において初公開し、11月15日 E2C4 機をもって三沢基地に臨時警戒航空隊を新編した。10月1日から1週間、航空自衛隊航空総隊の総合演習が日本全土と周辺空域で行われた。総合演習では防空戦闘を主体に、地上では兵装訓練、ミサイルによる揚撃訓練、侵入ゲリラ部隊への対処訓練などを演練した。9月21日、22日の2日間、58年度の富士学校富士総合火力演習が東富士演習場で行われた。この総合火力演習では、戦車、自走砲、対戦車ミサイルなどの各種火砲などとヘリなどが空地一体となって地上火力戦闘を1時間半にわたり繰り広げた。10月3日、市ヶ谷駐屯地で谷川長官を迎え、中央植樹式が行われた。自衛隊では日頃、花壇作りなど部隊内の環境整備に力を入れてきたが、10月1日から15日までの緑化推進期間に、全国各地の駐屯地などで緑化運動を行った。10月30日、自衛隊記念日記念行事恒例の中央観閲式が朝霞訓練場で行われた。観閲式は自衛隊最高指揮官の中曽根首相を迎え、陸海空各自衛隊員、防衛大学校防衛医科大学校の学生や予備自衛官など人員約5400人、車両約300両、航空機71機が参加して盛大に行われた。1月7日から2月6日までの1ヶ月にわたり、恒例の札幌雪まつりが札幌大通公園を主会場に行われ、これに陸上自衛隊は大雪像を作るなど協力した。第38回赤城国体は群馬県下の各会場を主会場として開催され、これに陸上自衛隊の第12師団が協力し、冬季、夏季、秋季の各大会成功の影の立役者として活躍した。また10月29日から11月6日の9日間、航空自衛隊岐阜基地で開催された83年国際航空宇宙ショーでは、自衛隊は現用の航空機や装備品を展示するとともに、第4航空団の戦技研究班が会場上空で展示飛行を実施した。
12月3日から7日までの5日間行われた第27回全自衛隊ラグビー大会をはじめとして各地でサッカー、ハンドボール、バレーボールなどの球技や空手や柔剣道など武道の全自衛隊大会が開催され、参加した多くの隊員が平素クラブ活動で練馬した技能を発揮し、栄えある優勝を目指して健闘し合った。11月18、19の2日間にわたり自衛隊音楽祭りが東京九段の日本武道館で未来へをテーマに開かれた。出演は陸海空各自衛隊音楽隊隊員らおよそ1000人。司会役を兼ねた特別ゲストに元宝塚のトップスター純美月さんを迎え、会場いっぱいに音と光の華やかなページェントを繰り広げた。自衛隊の行動の準拠となるのが11月28日第100回臨時国会において昭和56年に提案して以来3年ぶりに防衛庁設置法、自衛隊法、防衛庁職員給与法の改正案が成立した。昭和58年には数多くの国交品が来日したが、防衛庁ではこれに際し陸上自衛隊第302保安中隊及び中央音楽隊による特別儀仗を行った。なお国賓の来日に際しては礼砲隊の礼砲を持って迎えた。11月19日に来日したアメリカのレーガン大統領、11月1日、西ドイツのコール首相、11月24日、中国の胡総書記、このほか5カ国からの国交品が来日した。12月27日、新内閣の成立により1年余にわたりその任に当たった谷川長官は、多くの職員に見送られ防衛庁を去った。新たに第41代の防衛庁長官として栗原裕子衆議院議員が就任した。12月28日、林政務次官が退任。新政務次官に中村喜四郎衆議院議員が任命された。昭和58年はなお続く中近東や中南米における戦火、ソ連極東軍への中距離弾道ミサイル SS-20 の増加、ソ連による大韓航空機撃墜事件など日本を取り巻く国際情勢が厳しさを増した1年であった。この中にあって防衛庁自衛隊は有事に即応できる実力体制を保持すべく政教化に励んだ1年であったが、今後も平和の担い手として国民と共に着実な歩みを続けねばならない。